トリミさん、あ、なんで私、ラッシュデル新環境のこのテーマ、このカタパルトデビルコングゴリラで組みましたんで、でもさ、診断さ、サンボックス買ったけどさ、俺気づいたんだよ。結局さ、ドラゴンとか魔法使いが強い。そうなんだよな、それ本当それなんだよ。ダイリナは弱い。診断環境さ、だからな、俺はな、結局な、診断で当たったカードでドラゴン強化した。くそー、結局ドラゴンと魔法使いが強い環境。今回このゴリラが討伐に行くぜ。ダメだよ、そんな弱えよ。ゴミだよ、見せてやるぜ、俺の最強コングをよ。結局まだ、舐めんなよ。ドラゴン最強ってところ、俺が証明するんだよ。俺の世紀末デッキ舐めたら困るぜ、お前。行くぜ、俺の世紀末デッキ。やってやろう。さあ、初手4枚だ。初手4枚。初手4枚、先行ドローありだ。はい。最初、グー、ジャケ、はい。どっち？これね、高校っすね。高校でいいの？殴れるんで、高校。先行ドローしたよ。ドロー。じゃあ俺はここで、そうだな、待ってくれ、困ってんじゃないか、これはなんかやばいぞ、やばいぞ、どうしようかな。ドラゴンデッキトラップ弱いから大丈夫。なんだお前、そんなことねえよ。ドラゴンデッキトラップ弱いから、普通に強いから、普通に強いから、トラップ弱いから大丈夫だ。絶対の、おいおいおい、ずいぶん弱気なプレイングじゃないか、トリピック。はい、来いよ、行くぜ。あ、これ強いぜ。重機械モトールご紹介。待って、俺思い出した、セットさ、やばいだろ、それは。なんだわ、これ思い出した。ハンドコマ引けるんだわ。あ、そうだね。あ、そうだね。そういうこと。毎回ハンドコマになるように忘れてた。お前やばいやろ、それセットいった方がいいね。はい、モトール2体目襲いに行くぜ、俺の。あ、来いよ、俺のバイクがてめえを。クリボット召喚。はい、いや、召喚し、いや、いいのかい、召喚しない、クリボット。オッケー、いいよ。召喚、やっぱ召喚する。あ、召喚する。何往復すんだよ。どっちだ、お前ら、テンパりすぎだろ。モトウルフを引きたい。モトフィーキ。リース。いけ、ディアンケト、ギャスターの神ディアンケト。やばい、お前まさか、ひどいと破壊すんのか。ということで、1枚捨ててやつと、1000ライフ回復させてもらうぜ、トリッピーちゃん。モンスター。すげえぞ、逆玉の神。しかも普通になんかパワー2500がやばいんだよ。パワー2500、3000ラインだから、普通の遊戯王でいう。セットして、アタックディアンケト。殴られるぜ。はい、ザコじゃねえかよ。終了だよ。はい、じゃあ俺ハンド、これ5枚だったっけ？ 5 枚になるように、ドロ。1、2、3、4、5、強い。強いんだよ、ラッシュデール。強い。おい、ディアンケート返せんのかよ、てめえよ。ディアンケート返してやるよ、俺が。ディアンケート返せねえだろ、てめえ。レッサードラゴン召喚だよ。無茶だろ。で、おって、ここ、2体生贄。おい。2体生贄。ドラギアス。あ、お前、相打ちじゃねえかよ。あ、何言ってんだよ。そうだな、相打ちだな。軽く上げれる方法ないのか。あ、やめてくれ、待ってくれ、お前。いや、ねえな。やめてくれ、かよ。ねえのかよ。ねえな。ねえのかよ。いや、まあでもいいだろ、それは。相打ちか。やめようぜ。セット。落ち着こうぜ、トリッピー。さあ、俺はこのまま、じゃあ、攻撃だよ。攻撃する。当たり目だ、お前。回復されてるからな。俺の世紀末ディアンケドが。終わりだ。終わりだ。怖いよ。5枚になるようにドローするぜ。はい。行くぜ。あー、なるほどね。ちょっとね、これあれですね。困りましたね。事故ってねえか。セイントバード。セイントバード。アタック。こっちを先に後で効果使えよかったって効果したし。したエンドだ。あ、オッケー。俺のターン。ドロー。いいよ。ドロー。ドロー。ずっと俺のターンやろ。いやー、なるほどな。ここは俺はな。ここはな。なんだ？ここはな。なんだ？ここは火力は1500高えな。1500強えんだ、このセイントバードは。1500が高えな。セイントバード強えんだ、トリッピー。セット。でもって俺は、エンドだ。よし、行くぜ。3枚ドロー。おい。あー、なるほどね。イカズチのサンダー出す。はい。2体いけにえ。おい。いけ、カタパルトデビルコンビ。ちょっと待ってくれ。2200。2200です。そうか、そうか。2200。確か効果破壊だよな。あ、ターンエンド。あ、いいよ。そのまま、どうぞ。オッケー。あ、ターンエンド。ターンエンドじゃない。アンマークラッシュ。アンマークラッシュ、どこ割れる？エルダーを1枚捨てて。どこでも割れるぞ。ここ。破壊。え、ドラゴン。あー、危ねー。やばい。危ねー。セット、デビルコンがアタック。あー。ほら、死ねえ。死ねえ、ドラゴン。終了だよ、おい。ほら、ドロー。死滅しろ、ドラゴン。なるほど。締めちまう。なるほど。なんか弱くね、トリピー。おい、トリピーどうした？そういうことか。いや、大丈夫。ドラゴンの試合終わったんだよ、おめえ。どうしよう。相当困ってんな。呼吸がいねえ。
このいいかトリビラッシュデュエルで上級で事故るともう何もできなくなるんだ。ハンドもハンドが上級になるともうドローができなくなるからお前それ終わりなんだ。なんてこと。お前それ罪だ。お前それ罪ってやつだ。いや大丈夫だ、なんとかしてみせる。俺はやべえなこれ。大変だ。やばい、5枚以上だと1枚ずつしか引けないから。ドロー、あドローじゃない、俺4枚引ける。うわーやばいぜ。あーでも来ねえな。やばいぜ。来ねえなら仕方ねえな。セイントバータス。オッケー、じゃあここでドラゴンエンカウント、相手がモンスターを召喚した時に発動だ。何俺はティグだからドラゴン族を1体召喚できる。新カードバンカーストライク、このカードを召喚したたにデッキの1枚のカードを墓地に送って発動することができる。自分は相手フィールドのモンスターのカードだけドローできる。2枚ドローだ。でもってその後に2枚必要ないカードをデッキの一番上か下に戻す。それ強いっすよ。俺が戻すのはこことここだ。それ強いっすよ。これを戻させていただく。それやべっすよ。よいしょ、デッキの下だ。よし、これでハンドはなくなったな。ちくしょうげー。おいよ、グレムリンを召喚。おい、グレムリンを攻撃表示で召喚。ユミさん、ユミさん、俺はこの2体をリリース。デビルコング2体目。やばい、ただ火力が足りていないぜ。やったぜ、おめえはもう無理だ。そう、一体どうすればいいんだ。カードセット。効果何なんだっけ、破壊できるんじゃない確か。うん、違うんすよ、自分の重戦士を生贄にしないと。しかも守備表示しか破壊できないですよ。こいつはめちゃくちゃ弱いんだ。弱っ、弱っ、弱っ、攻撃表示じゃん、攻撃表示じゃん。弱え、終了、弱え、おいお前覚えとけよ、俺キーカードが引けてないだけだから。そういうこと。引いた瞬間お前終わるから。ドラゴン族いるんだ、破壊。ドラゴン族いる、破壊。最悪。よしよしよし、最悪だおめえ。ザコが、おめえ最悪だ。ザコが、お前は本当に最悪だ。なるほど、うーん、そうか。じゃあ俺はここでこいつを守備表示で出そうかな。なるほど、じゃあ俺はこのまま攻撃だよ。デビルコング100ダメージ。まずいぞ、100のダメージ、100のダメージ。あ、違う、こっ、あ、やってる、やってる。ターンエンドだ。いいか、俺あのカードさえ引ければお前のドラゴンデッキをな一気に返せる。なんで引けないんだ。引けねえんだよ、お前は。なぜ引けないんだ、こんなに。お前は結局引けねえんだよ。さあ、ジャイロジャッカルを攻撃表示。なんだその、固まるとデビルコングの効果が発動。自分フィールドのこのカード以外の表側表示重戦士族を2体まで墓地を送って発動できる。1体送るぜ。相手フィールドの守備表示モンスターを、送った数だけ破壊する。破壊だ。守備か。こんなの一時交換じゃねえか。うるせえ。モトル召喚。バギーノックを召喚。うわ、どうすんの。タワーエンドだ。弱すぎる。いやマジで引けてないんだけど、お前覚悟しとけよ、お前後で強いからこの機。どうぞ、おめえマジで覚悟しとけよ。どうぞ、この野郎が。おめえマジ覚悟しとけ、てめえこの野郎。召喚、召喚。待った、一体そいつ、あの、どっちも召喚していいんだけど、はい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 、そっちどっちか。じゃあ片方こいつ竜の祈り子召喚時。なるほど。凶暴と凶暴発動。自分ヒルド上に通常モンスターが2体以上、じゃあ2種類以上存在するときに、はい、相手がモンスターを召喚したときに発動できる。相手ヒルドの表側表示レベル6以下を1体選んで破壊する。こいつ7か。じゃあしょうがねえ、ほらこれ破壊だ。お前2体の生贄に出せねえぜ。やっちゃったぜ。これ生贄にしろよ。これ生贄にしてなんかドラギアスとかで2回攻撃してこいよ、てめえよ。いやそれはできねえな。できんのかよ、てめえによ。それはできねえな。いや、じゃあこいつ出すんじゃねえかったよ。攻撃だよ。いやーデビルコング。なんでこんな弱いんだよ。待って、俺はフィールドマホ引けたらここ返せんだよ。ねえ、診断弱くね。いや、待って、あ、引けたらわかんない。引けたらお前ビビり散らすのかな。分かった分かった。いいか、来いよ、来いよ。じゃあ俺2枚取ろう。はい、けど返せる。いけねえけど返せるな。クリボット、クリボッツ、はい、リリース、はい、エスパレード召喚。何 ?2500! クリボット、どっちだ、クリボットからのクリボットリリース。おい、ロックンローラー。おい、召喚。おい、ロミックンローラーだった。なるほど。まあこれ殴っていいでしょう。これ単純に火力が2500あります。
もう火力でゴリ押す。おいだ。おら、200だ。暗黄の領域に、最悪。フィールドのモンスター、ドラゴンが攻撃されて破壊された時に、手札を1枚墓地に送って発動することができる。最悪だ。破壊。最悪だ、これでスパレード。どうするこれ。じゃあ攻撃。はい、600。600。600と、ダイレクトアタック。1400。ダイレクトアタック。合わせて2000。オッケー。ほら、死ね、ドリキ。結構食らうな。4枚ドロー。俺、ディアンケドで回復した分がある。おいおいおい、どうなってんだ、フィールド、山を。何山だと。そして俺は、そいつは聞いてねえな。そして俺は、やるしかねえ。やるしかねえのか、そんなことある、そんなことある。でもやるしかねえ。何ドリキングメタ、上級3枚。手札からドラゴンモンスターを3枚墓地を受けて発動、フィールド上を、あれだ、ブラックホール。ふざけんなよ俺。そして自分の墓地のモンスターレベル4以下ドラゴン族を1体選び、自分フィールド上に表側守備表示特殊召喚、特殊召喚、それこれドラゴンフェニックスを特殊召喚したら、そのコンボが鬼強いぞ。そうだよな、これを召喚で手札を1枚捨てて発動できる、自分の墓地のレベル5以上のドラゴン族を1体手札に変える、それ超強いぞ。さあ、じゃあこれを落として、これ加えて、うわー強え、マジで鬼強え、そのコンボ。さあ行くぜ。ガーディアン2000、これでアップしてるから300ダメージ。うわうわ2300食らうぜ。俺終わりだ。俺4枚引くぜ。ハンドがなくなってもラッシュディールは次のターン2個前を取ろうできるんだ。やっと引けた。やっと引けたぜ、鳥の内くん。やってやれよ。ビーストギアワールド発動。なんだそれは。このカードがフィールド上に表が表示で存在する限り、お互いのフィールド上のモンスター、獣戦士、悪魔。これドラゴン300下がるやつだ。悪魔、機械の攻撃力は300アップし、ドラゴン魔法使い天使の攻撃力は300ダウンするぜ。思い出したぜ。なんかすげえ。アップしててもダウンすんだよ。マイナス100か。マイナス100だよ、おめえは。マイナス100じゃねえか。ジャイロジャッカル。おめえじゃん。イカズチのサンダー。届かねえよ。届かねえよ。届くんだよ。届くしかねえんだよ。届かねえしかねえんだよ。リリース2体リリース。カタパルトデビルコンボ。また来ただと。俺勝ってるよな。勝ってるね。こっち2500。200多いね。2500。はい、アタック。あーし、受けよう。アタック。2200。200？ うん、200のダメージ。200。はい。2500でしょ。2500。こっちは2300。あ、オッケー。200だ。200のダメージ。ほら、これ。やっぱデビルコング最強だ。いや、関係なかった。普通に勝ってる。デビルコング最強だ。ただ普通に勝ってる。使ってるやつ一回。山を突破できたらこいつのおかげだ。さあ、じゃあ、あー、なるほどな。じゃあ俺こいつをセットして、やばい。いや、お前終わったんじゃないか。もう切り札全部落ちただろ。まずい。まずすぎるんだよ、これ。お前もう終わりだ。これは本当にまずいんだが。世紀末の覇者、カタパルトデビルコング様を舐めるんじゃねえよ。なんだって、リザード兵。何リザード兵。夏ゴーイティーストラゴン。でも足りない、足りる。700ダウンしたら何歩だ。こっちが700下がると、でもお前も下がってるからどうなんだ。足りないんじゃないか。足りなさそうだな。わかんない。700下げたらだって1500でしょ。でも1500で300上がってて、うん、そっち200しか上がってないから、100足りない。調整されているな。素晴らしいぜデビルコング。お前デビルコング様にヒレクするんだよ。調整されているな。時を戻すぜ。俺はおめえに何ができる。大変だな。お前カタパルトデビルコングの効果忘れたようだな。あ、何強要したの。カラーの山引けない。そうだ、重戦士が、重戦士引けない。バニラの重戦士が全部落ちた。重戦士や。お前はもうザコだ。ロマンスピックを2体召喚。ウェイリリース。おいリリース。逆玉の神ディバンケット召喚。ディバンケット強すぎ。手札を1枚捨てて戦力回復。ディアンケットデッキじゃねえかよ。強すぎるぜ。じゃあこれは違う、ディアンケットデッキじゃない、世紀末ディアンケットデッキだ。二度と間違えるな。いけ、カタパルトデビルコングで攻撃。ディアンケットで攻撃。あ、2500強いぜ。やばい、お前もうデッキ切れて負けるぞ。ドロー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 。お前デッキ切れて負けんだよ。カタパルトデビルコング様にはかなわねえ。いや待ってくれ、これまずくないか。そうだ、お前はしかもディアンケットは水族だから下がらねえ。下がってないよ。下がらないし下がらねえ。ドラギアスで突破できない。突破できるんだ。この絶妙に考えられたこの考え的。お前予想がすぎる。俺の構築を舐めるんじゃねえよ。え、最初はビーストギアワールドがなぜか引けなかっただけなんだよ。お前弱いと勘違いしてたかもしれないけど。マジで強い。それ強いだろ俺のデッキは。待って、どうしよう。え、マジでどうしよう。俺のデッキは環境をめたってるだけだ。じゃあこう、なに、待ってくれ、こう、待ってくれ、ここ、待ってくれ、これ、ここ、これ。あー、やばい。手札、手札持ちよく。やめろ。誰、やめろ。
られねえ。やばい、2回目。待って、お前、これなんだ、発動条件。あ、デッキの内容が。デッキの内容が。やばい、あー、やべ、俺の新カード、新要素が。新要素が。攻撃。いやー、何ボードなんだ、何ボード。計算ができる。めんどくせえよお前。いやでもこっちの火力言うわ。そっちの火力。こっちの火力は2500と2700。2700ね。2700。2500。あ、違うない。下がってるから。700下がって1800です。オッケー、じゃあ殴る。はい。1800。2700だ。900ダメージ。900ダメージ。900のダメージ。うわー、ディアンケート。さらに。ディアンケート。このカードはモンスター破壊した時に2回攻撃できる。攻撃だ。うわー、デビルコングは下がってないから。違う、こっちはね、300が2500だ。2500で、こっちは200アップしてるから、2700。下がってる、下がってる、300下がってる。え、待って、負けるの？じゃあ600じゃん、さっきの。さっき600、そう。600だよね。そう、これ、こっちの300計算しなかったから。プラス300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 。ダメージ。はい、じゃあ、はい、からの。で、こっちが、これが、これが、2500。こっちは2500？こっち2500。そうでしょ。あ、そうか、いけんのか。嘘でしょ。お前はこっちでこっちを下げてたから。デビルコングのことなめるな。お前100足りねえんだ。やばー、デビルコング強え。デビルコング最強だ。突破できないなと。やばい、ダメだよね、トリッピーさん。マジで4枚いきますよ。いきますよ。これ割れないの？割れねえんだな。割れないわ。割れねえんだな。割れねえわ。残念だな。割れねえわ。さて、デビルコングで射出する材料は揃ったけど、守備モンスターはいないから、特に射出する必要はねえ。このままリリースだ。あ、行くぜ、ディアンケート3枚。やばい。ディアンケート3枚出たの？ 3 枚出た。次は。1ボックス1枚出た。次は。デビルコングが1枚しか当たらなかった。ボールの愛する。そしたら突破させてもらいましょうかね。2400だよな、おめえな。ディアンケートでアタックだ。100ダメージだよ。いける、やばい。やばい。デビルコングでアタック。多分100下がって1400のはずだ、そっちは。オッケーだ。1100ダメージ。1100。ダメージ。おら！強いぜ、この敵は。待って待って待って、俺。いいぜ、おめえ。今はなくなるんだが。お前デッキ切れで負けるぞ。デッキ切れで負けるの？それ、え、このターンで決めなきゃいけないんじゃない？は、え、あ、そうだね。え、なに、お前もう無理だ。マジ？お前無理だ、時間をかけすぎた。なに、フェニックスドラゴンを召喚。あー、なるほど。手札を1枚墓地へ送って発動することができる。ドラゴン族をレベル5以上1体手札に加える。じゃあ俺が捨てるのはちょっと悩ましいが、ここか？ちょっと考えさせてくれ。いいぜ。これで俺が持ってくるのは。いいぜ、お前何なら勝てると思うんだよ。もう山札ないの？何なら勝てんだよ。おめえもう無理だよ。もう山札ないの？おめえはこのね、お前はあの、下流の熱戦みたいなの無駄打ちすぎたんだ。これ。あ、いや、でも、ダメだよ、まだ。いや、これじゃねえな。こいつか？こいつで700下げて。700下げて何で突破できるの？6900削んなきゃいけない。確かに。いやでもこのターンを白くなる。次のターンまでいけるね。次のターンまで。あ、そうだ。反動使わなかったら最悪。ん？何？あ、やべ。でもお前のが少ないぞ。お前のが少ないけど、デッキ切れだったら。デッキ切れ耐えたら俺これさ、次。あ、待って。あ、多分大丈夫。俺4枚しか引かないから。お前のが先だぞ、多分。デッキ切れだ。いや違う、俺これ使わなかったらいいんだよ。え、でも多分。5枚になるように低い。あ、そうか。手札。あ、なるほど。手札使わなかったらいいのでは。お前。手札使わなかったらいいのでは。じゃあ、俺ライフで削り切るけどいい。ライフで削り切れよ、お前。かかってこい。ライフで削り切るかいいか。かかってこいよ、お前。まあでもこれは出そう。フェニックスドラゴン。俺デッキ5枚。トリッピーは手札、デッキが2枚。なるほど。ドラゴニックスレイヤー。賢い。お、手札に加えます。なるほど。手札に加えます。あいつ、古速な手札に加えて、これで5枚確か5枚になるようにドローだよな。1枚は、あ、そうだね、5枚、4枚なら1枚、うん、1枚ドローだね。なるほど。5枚以上の時は1枚ドロー。なるほどな。じゃあ、で、このまま俺は生贄、生贄。あ、手札減らしていいですか？はい、もうしゃーない、これは。手札減らしていいですか？しゃーない、これは。減らしていいですか？たエンドだ。あ、なるほど。あ、攻撃表示出してくれた。助かる。あ、守備表示だった。守備表示。じゃあ、デビルコングで。あ、よしよしよし。やばい。守備表示になりましたね。引っかかりましたね、あなた。あなた引っかかりましたよね。デビルコングの効果。デビルコングの効果。それが効果発動したタイミングで、これで召喚しとこ。あ、なるほど。それだったらまだワンキルはできないな。無駄になるよ。まだ切れますよ、さん。
普通ですか、ドラギアスですか、あ、そうっすか、ドラギアス、あ、そうっすか、あ、そうっすか、ドラギアス、じゃあジャイロジャッカルで、デビルコングの効果でジャイロジャッカルを生贄にして、ジャイロジャッカルキャノン、これ破壊だよ、守備表示モンスター破壊だよ、あ、やばいやばいやばい、イカズチのサンダー、手札を1枚墓地へ送って発動、やめてくれ、こいつの火力を300ダウン、やばいよ。押し切りてえけどな。カードセット、じゃあバトルフェーズいきますよ。おお、来いよ。はい、アタック、はい、多分300下がって100下がって多分2100だから、なるほど、通れば400勝ってる。ああ、負けだ。よし負けだ。よし負けてやろう。よし、特別にな。2500受けよう。2500アクス、ちょっとね、1300、あ、ふねー1300、うん、あ、待って、これ何、トリッピさん、何何このカードがフィールドゾーンにお互い表紙である限り、お互いのフィールドの何ドラゴン族、鳥獣族、イカズチ族の攻撃力、守備力が200ポイントアップ、つまりぴったり1500ポイント。これさ、俺さ、ここ耐えてたらさ、どうなってたの？俺3枚で、ね、ここ耐えてたら5枚になって、俺も1枚引くから、あ、アイグル1枚しか引かないんだ。うん、だから引けるカードがないから多分、あ、どうなんだろうそれ。俺はちゃんと5枚になるように設定してたの。あ、分からん、分からん。これで引かなきゃいけないなら俺多分負け。なるほどな。あぶねえ、マジで。あぶねえ。いや、分かった、つか分かった、ね、これ無理だわ。こっちでしょ。でもマジシャンには無理だよ。マジシャン火力上がるもん。いやでも、マジシャン超強い。マジシャン強い、超強い。ドラゴンはあれだから。いや、マジシャン超強い。マジシャン無理だよ、これ。いや、マジシャン超強いよ。ちょっとマジシャンとやろうよ、俺のと。うん、俺があるから、マジシャン。マジシャンあんの？マジシャンあんの？いいよ。次ので、次のできるよ。はい。じゃあ、お疲れ様。カタバルとデビル。カタバルとデビルコング、マジで強いから、これ。鬼強いから。強かったわ。ハイパー強いから、これ。強かった。突破できなかった。強いでしょ、これ。ドラゴンで全然。ねえ。いや、ディアンケとか一番強いよ。いや、そんなことない。これ引けなかっただけだから。ディアンケとこれ。下の方で固まりすぎてただけだから、はい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 、次はね、マジで最強なんだよ。はい、やりました。はい、これ最強の、お疲れ、くそ、最強の証明だ。